1月の24日に発売します両 A 面のシングルです。新梨雨情という作品と函館夜景です。4月4日発売、黒川英治さんで俺を咲かせてくれた花。何年ぶりだよお前のその笑顔を、少し大人になった気がするよ。お前は俺を咲かせてくれた花。今年4月にデビュー15周年を迎える黒川英治さんのニューシングルは俺を咲かせてくれた花。作詞作曲がデビューのきっかけを作った師匠三木勝彦さん。別れから月日が流れ、今の素直な心情を女性に語りかけるかのように歌っています。この曲の他にも黒川さんの歌手人生にとって欠かすことのできない二人の師匠が手掛けた楽曲も収録されています。お送りしたのは4月4日発売、黒川英治さんで俺を咲かせてくれた花でした。ないほど好きなのに忘れてしまう夜がある。忘れちゃ嫌よと